エレクトロゴルスクの首相、エレクトロゴルスクは、ロシアのモスクワ州東部にある都市。首都モスクワの東7 5トルに位置し、大きな火力発電所などを要する。人口は2010年で2万1100人ほど。2002年国勢調査で2万353人。1989年ソ連国勢調査で1万8391人。エレクトロゴルスク火力発電所。 エレクトロゴルスク駅エレクトロゴルスクの墓地にある聖堂を1912年、大型の火力発電所、エレクトロペレダチャがこの地に建設された。付近は低湿地でデータンが豊富であるため、データンを燃やした火力で発電を行っており、モスクワや周辺地域への電力供給に重要な役割を果たした。周囲にできた発電所労働者の集落も、エレクトロペレダチャと呼ばれており、 1921年には人口は4500人を数え、学校や病院やレクリエーション施設なども立ち、1925年には鉄道の支線も通った。近くの都市ボゴロツクの市電やエレクトロスタリでの電気成功なども、この発電所の電気で成立している。1946年に市となり、エレクトロゴルスクと名付けられた。 市内の重要な産業は今でもエレクトロゴルスク火力発電所である。現在はデータンではなく天然ガスを発電に用い、モスエネルゴ社が所有している。エレクトロゴルスクの他の産業には、家具製造、製薬、アスファルト製造などがある。また原子力発電所の安全に関する研究所もある。エレクトロゴルスクには、モスクワからニジニノブゴロドを経て、ウファに向かう。 M7 幹線道路が通る。またもスクワニジニノブゴロド間の幹線鉄道から分かれる支線も通る。ありがとうございます。